にちは、ひまひまです。皆さん見てください、この顔をタイトルにもある通り泣きました。ひまひま、はい、こんな感じで、私の泣いた後の特徴としては、目が腫れるのはもちろんのことなんだけど、鼻がすごいね、腫れるのね。で、鼻が真っ赤っかになるっていうのが特徴です。まあ、そんなことは置いといて、こんなテンションが高いですが、まずなんで泣いたかだよね。今日の、まあ、動画の内容としては、泣いた後にメイクするみたいな。で、メイクしながら近況報告もナレーションでするよっていう動画なんですけど、まあ、とりあえず、ちょっと泣いてむくんでしまったので、むくんだ顔を摩擦が起きないように化粧水をつけてマッサージをしています。で、まずなんで泣いたかだよね、そうそう。で、なんで泣いたかというと、なんかね、まあ疲れてたんだと思います、この時は。まあ今は全然元気が出て大丈夫なんですけど、もちろん暇だって毎日元気ある元気あるって言って、楽しいことを想像して頑張ってはいるんだけど、にしてもやっぱり限界があるわけで、限界があるっていうか、気づかないうちに疲れてる部分が大きくなってしまったっていうのが、まあ、一番の原因なんですけど、なんかこの日は特に何かあったっていうわけでもなくて、ただ泣いて泣いてもう本音が全部バーって出ちゃって、その本音っていうのはちょっと休みが欲しいではない、全然休みが欲しいんじゃなくて、私は予定がある日が好きだし、忙しい日々がすごい好きな人間なので、だからといってなんかそれが疲れたんじゃなくて、なんて言うんだろうな、ずっと気を張ってる自分がいたんだと思うのね。でそれがちょっと疲れちゃって、で涙が止まらなくなっちゃって、でそれで初めて、あ、自分って今こんなに疲れてたんだってすごい実感しましたね。そう、まあでもみんなも多分毎日頑張りすぎて疲れて涙が勝手に出ちゃう日とかも絶対にあると思うのね。でもそういう時は誰かに話したりとかするでもいいし、泣くことって今回私はねすごい大事だなって思ったから、みんなも我慢はせずに絶対に泣いた方がいいと思います。まあって言ってもね、よく泣くかって言われると本当そんなことなくて、 VTR とかを見て感動して泣くとかは全然あるんだけどさ、そう、今回が家でめっちゃ泣くみたいなのは、ママとかパパとかと YouTube になんか今洗濯機に投げたぞそんなこと置いといて、まあそう、家で泣くことはママとかパパとかと YouTube のことについて話し合って、ちょっと私が言い過ぎちゃってとか、あと門限破って怒られてとか、まあ、あんま破んないですけど、まあ、それぐらいで泣くことしかなかったので、自分が溜め込みすぎて泣いたっていうのは今回が久しぶりでした。そうで、今回休みがなかったっていうのは、なんかこうやって YouTube とかテレビ収録とかっていうよりは、テスト勉強がねもうすごくストレスで、でそれが何でかっていうと、毎日毎日もう生活リズムが崩れすぎちゃって、でなんか本当にヨギボーで毎日寝るみたいな、まあ、それ自分が悪いんだけどね。そう、ヨギボーで毎日寝てカフェイン取って無理やり目を覚まして、脳が目覚めてないって分かっているのに、なんだか頑張ってこう起きているみたいな感じだったんですよ。でもそれがもう本当疲れるの原因でもあったし、そのテスト勉強での疲れが取れてないっていうのも疲れの原因でした。まあ、ただひまの原動力は本当にみんなだし、とにかくひまもみんなの元気になりたいって思ってるし、もう常日頃そう思ってインスタのおはようストーリーとか上げてるんですけど、ぜひ見てくださいとか、 YouTube の撮影とかもして、コメントの返信とかコメント見たり DM 見たりとかもしているので、だからすごいみんなに元気をもらってるから、そのみんなの元気になりたいから YouTube も撮っているから、なんか YouTube が疲れたとかそういったことではなくて、自分の生活リズムが崩れてしまって疲れたっていうのはありましたね。言語化しようとするとすごい難しいんですけど、今回泣いた理由としてはそんな感じです。そうでね、最近も毎日私はインスタにおはようストーリーっていうのを載せてて、おはよう、今日は何曜日みたいな感じで載せてるんだけど、なんかあれをするとね、 DM の返信とかでみんな、例えば私は今日テストなんだけどとか、
私ね、僕ね、好きな人に今日話しかけようと頑張ってるんだとか、今日駅に向かう前に寒い中コンビニの前でアイスを食べてるおじちゃんがいてほっこりしたんだとか、そういう DM を送ってくれるので、そういうのを私も朝の、ま、収録迎え前だったら、そうですね、歩きながらは違うか、でも駅の前で見たりとか、電車の中で見たりとか、車の中で見たりとかして、すごい暇もそれに元気をもらってます。みんな本当にいつもありがとうね。今回はまあ私もね、こうやって自分のなりたいものの像に向かうために我慢しなきゃいけないものとのね、なんていうんだろう、葛藤というか大きくて、やっぱり自分のやりたいことと自分のやらなくてはいけないこととのなんか戦いが心の中でね、天使と悪魔が戦ってて、そう、それで我慢の限界になってっていうのがあったので、なんかそんな時もみんなからもらった DM を見てすごく元気をもらってました。本当にみんなありがとう。なんか改めてみんながいるから私は今いるなってすごくすごく心の底から思いました。本当にありがとう。そしてここからテーマは変わり、テストね、そう、テストなんですよ。さっきもストレスの原因となっていたテストなんですけど、やっと終わって結果が返ってきました。ただ学校ちょっとお仕事とかもあって結構お休みする日が多くて、私まだ全部は返してもらってないんだけど、3教科だけ返してもらったのね。いやー、どうだろうね。なんか良くもないし悪くもない。まあ良くは学校の先生には、いいよひまり頑張ったよみたいなすごい言ってもらえるんですけど、個人的には前回を上回れなかったのがすごい悔しくて、今日学校でももうずっと悔しい言っててさまあちょっと辛いけど次回頑張ろうかなと思っています。はい、そうね、ちょっと辛かったね。あ、ちなみに動画の中の私は今アイシャドウを塗っています。このティルティルのアイシャドウのラメのピンクがめちゃくちゃ細かくてお上品な色をしていてすごく良かったです。ただ私失敗したことがね、この泣いた日にピンクのアイシャドウを使ったのでちょっとバカだよね。腫れて見えるんですよね、とにかくだってこの日さ、私2時間ぐらい泣いてたんだからね。病むとかは本当全くない人間なので、病んでたとかそういうことじゃないんだけどさウケる。まあ今ではね、全部そういうのも思い出になるし、何かない日よりも例えば泣いたとかそういう出来事があった方が思い出になる日が一日でも増えると思っているので、いいことなんじゃないでしょうか。そうで、最近さ、また話は変わるんですけど、結構バラエティ番組にも出させていただいていて、もう一個一個がすっごく楽しくて、テレビって私はね、 YouTube をやりたくて YouTuber になって、でこうやってだんだんいろんなメディアに出させていただいて、いろんなメディアに出ることの楽しさがね分かってきたんだけどさ、テレビってすごく今まで私がが関わってこなかったような世界だったから、すっごく楽しくてさ、一個一個の番組が終わるたびに、うわ今日楽しかったって思うのね。だからまたちょっとね、また違う番組も収録させていただいたので、まあそれも皆さん乞うご期待ということで、またご報告できるようにね、できるのでご報告できるので、その撮った分に関してはお楽しみにしててください。そうでさ、今度もディズニー行くんだよね唐突。テスト期間の間にりんちゃんとすごいビデオ通話してさ、勉強してたんだけど、ディズニー行こうよって言ってて、でディズニーってだいたいハロウィンが混むじゃん、でクリスマスも混むじゃん、だからその間に行けたらいいなって言ってるんだけど、なかなか予定も合わず、ただもう決めたので、はい、行きたいと思います。超楽しみ、やばい、本当に楽しみなんだけど、ワクワク。
私はでもハロウィンディズニーに行きたかった。でもこの期間にねテストを持ってくる先生が良くないですね。まあでもって言ってもテスト終わったの全然10月の半ばなんだけどさ。ハロウィンのあの浮き輪マンの別のやつ食べたかったな。暇あれみんな食べた？食べたかった。ハロウィンのグルメ、ディズニーはグルメが命ですから私は。え、みんなはさ、そう唐突なんだけどさ、みんなは何してる時が一番楽しいなって思う？今は最近は収録してる時が一番楽しいので、それに気づいちゃったからちょっとなんだろうな、それに気づいちゃったからこそ学校が、あー今日学校だって思うんだけど、でも学校行くと学校行くと楽しいのよ結構。でみんなとなんだろう、今日とかはさにらめっこ対決してる子たちがいたりしてさクラスでね、それを見てるだけだったけどめっちゃ面白かったし、なんか意外とやってみたら楽しいことって多かったりもするからさ、とりあえずやってみることが大事だなって思うんだけど、なんか今が一番楽しいって思ったら本当にそれが一番楽しくなると思うから、私は全部を楽しむように頑張ってるけど、やっぱり楽しみきれないものだってあるし、人間には限界があるから、それは全然認めていいと思うんですけど、楽しむことって得だと思うんですよね。だから楽しめるうちにみんな一緒に楽しむのがいいと思う、私はね。だから一緒にみんな楽しもうね。でもそれでもちょっと疲れたなって思ったら、息抜きに暇な動画も見てください。息抜きじゃなくてもいいんだよ、朝に見たりとか夜に見たりとか、ぜひ見てね。私はちなみに今アイロンをしていますね。最近さ、これエクステつけてる時じゃないよね。そう、エクステつけてないわこの日。あのエクステつけてない時はストレートにすることが多いんだけど、エクステつけてる時はね、なんと巻き髪にする時が多いです。なんかロングのさ、黒髪ロングのさ、ちょっと重めのさ巻き髪って韓国のお姉さんみたいで可愛いよね。はい、というわけでこんな感じで完成しました。ほらこう見たら全然泣いたように見えないでしょさっきまで。この後は、無事、ママと美容室に行ってエクステをつけてもらいました。みんなね、毎日いろんなことがあると思いますが、一緒に楽しんで人生楽しんでいこうね。キラキラハッピー、キラキラハッピー人生送っていこうね。では次回のひめひめチャンネルもお楽しみに。バイバーイ、明日からも頑張ろうね。